リップ濃いめ、濃いかもしれない今日は。でも最近は結構これぐらいつけてますよ。でも今日は結構足したりしてたから濃いかもしれないです。最近ちょっと合わせ技というのを覚えまして、いつも使ってたリップの上からもう一個違う赤のリップを塗って、めっちゃ濃くしてからティッシュで拭き取って、そうちょっと拭き取ってもう一回違うリップを塗って、3種類のリップを使っていて最近は。そう一回ティッシュでこう取るっていう技を覚えました最近。だからちょっといい感じに濃いと思われます。こんばんは。そうブレンド技、自分的にすごいそれがいいなって思ったんで最近はそれしてます。今日は土曜日なので鈴木強化計画をしたいと思います。皆さん今日 TikTok をすごい撮ったんで撮ったんです。あのりえちゃんと一緒にすごい撮ったんで、もしよければ見てください。多分10月結構出ると思います。さっき1本出てて、そう多分10月結構出てくると思うのでチェックお願いします。どうにかね、どうにかあのバズりたいねっていうあのみんなのその思いで今日はあれしてたの、あの撮ってたので、場所もまあ限られてるんだけど、なんかいろいろな手段を試行錯誤しながら使ってみたりして、ちょっと本当に TikTok よく見るこう TikTok みたいな感じのを撮りたいねって姉ちゃんと話して、すごいなんか面白かったんで見てくださいね。こうあのあれされたら、更新されたら。こんばんは。見てくださいね。今日の鈴木強化計画はですね、皆さんにちょっと協力してもらいたいなって思っていて、こんばんは。皆さんいいねを押してください。あと拡散もしてね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。プルル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 頑張れ頑張れ先輩、頑張れ頑張れ先輩、頑張れ頑張れ先輩、頑張れ頑張れ先輩。こんばんは。頑張れ頑張れ先輩、頑張れ頑張れ先輩、頑張れ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 。
こんばんは。頑張れ頑張れ先輩。朝晩寒くなってきたから体調気をつけてね。ありがとうね、皆さんも気をつけてね。寒いよね、確かに最近ちょい寒、朝とか涼しいけど結構鼻水出ちゃう私、ズルズルになっちゃう、うん、から結構危険、涼しいんだけど体は正直で実は寒く感じているらしい、鼻水が出るから。こんばんは。体は正直でした。私結構寒暖差苦手で、歩いてたら寒いのにこう建物の中入ったりとか泊まったりしたら体が暖かくなってくる、その寒暖差がめっちゃ苦手なんですよ。その寒暖差でめっちゃ鼻水がジュルジュル出てきたりするから、ちょっと寒暖差はね嫌だから、本当になるべく暖かく しようと本当に思います。なんか少々寒くても大丈夫でしょうっていう感、その外に出るときに少々寒くても大丈夫でしょうっていうそういう考えがやっぱダメなんだって思って、そういう考えをしてたらそう寒暖差で体もやられちゃうから、体を温めるっていうことを今年、去年も結構力を入れてたんです体温めるのに。で今年もより一層力を入れていきたいと思います、この冬。うん、去年の冬、まあ今年の冬、去年の冬もう暖かくするためのいろんなことを実施したので、カイロもいろんな種類のカイロを買って、足首のやつとか足の裏とかね、なんかいろいろ買ったり、あとやっぱあれだ、ジェラピケのパジャマ、あれはもう最強です。あれが結局一番あったかい本当に。でもあれに助けられたかな、去年は。今年も来たいと思います、ジェラピケはね。もう本当にめちゃめちゃあったかいんですよ、あれに勝るものはないってぐらいめちゃめちゃあったかいの。れいちゃんとの TikTok ベレー帽姿も可愛かった、あありがとう。そうベレー帽、実はあれ合わせてたわけじゃなくってたまたま一緒だったんですよ。すごいよね、そんなことあるって思った。なんかファッションもさちょっと色味が似てて双子みたいな感じになってすごいいい感じになりました。腹巻き、そうだね、腹巻きとかもいいかもしれない。もうとにかく体を冷やさないっていうのがすごく大切ですね。靴下履いてる、靴下も履かないと足無いです。私霜焼けにめっちゃなりやすい体質で、去年ね、でもね日ならいつもはもう全指やられてるんです、その足の全部の指先やられるぐらいひどいんですけど、そうだけど去年はその寒さ対策を結構徹底してしたおかげで足の指2本ぐらい、片足の指2本ぐらいで収まった。そうだけどその足の指2本が結構ひどかったんだけど
そう、あのめっちゃ水ぶくれみたいになって、そうめっちゃカバーして、そうスタジオ公演に出たっていう。そうめっちゃ痛かったでもね、あれ。そう痛いからめっちゃ血まけになると痛がゆい、痛がゆくなるんです。だからちょっと今年は血まけゼロでいきたいんですよ。本当に本当にもうゼロでいきたい、もうならないでほしい、できる限りってぐらい。だから手袋とか、まあ足の回路とかだね。そう、そんなことがあったのね。そうだよ、私冬本当に、私だから誰よりも冬が苦手で、そう私霜焼け本当に、あの私は日じゃないぐらい、もう本当に人とも比べ物にならないぐらいひどいので、だから冬、そう冬を乗り切るのがねすごく大変なんです私。だからもう今年は本当にもうできる限りゼロでいきたい。あの霜焼けって関節が痛くなってきたらもう終わりなんですよ。だからもうそこに達しない、もうそこまでもう達しないようにしないといけない。そのためにやっぱ血流も良くしないといけないしね。そう、あの関節痛くなってきたらもう終わり、関節痛くなってきたらもう次の日ぐらいからもう終わってる。終わってるの。これ多分背負い系よくなる人ならわかると思うんですけど、そう関節が痛くなってくるの。例えばここの指だったら、ここの真ん中のここの第一関節が痛くなってくるんですよ。あ痛くなってきた、ああもう終わったってなる。ああもう終わった、もうこっからもう次の日ぐらいにはもうめっちゃ赤くなって痒くなってくるっていう、これがもう本当にね嫌でね。だからもう私はもうそんな思いをしたくないんです。まあ温めてもねなったりするんだけど、信じてる私は信じてる自分のこと。今年の自分信じてます、信じてるよ、お願い信じてるよ。ああそうだね、血行を良くしたりとか。でも血行を良くするって言ってもね難しいんですよ。その血行を良くする、血行良くならないんだもんだって、私何しても。頑張ります。よし、じゃああれしよう、 TikTok 見てきました、ありがとうございます。いいねしてくれましたか、コメントしてくれましたか。こんばんは、はじめまして。今日の鈴木強化計画、皆さん、あのあれです、ちょっと前にやったことあるやつなんですけど、初めて来ました、ありがとうございます。あれです、今日の鈴木強化計画を行うゲームはパーセントバルーンでーす。パーセントバルーン。パーセントバルーン。これは聞いたことある方もいると思いますが、
皆さんにちょっと今回決めてもらおうかなって思って、こんばんは。二択の何でもいいので、ほんと何でもいいから二択何かちょっと問題考えてほしくて、でその例えばもうこれは例題なんですけど、じゃあ朝ごはんに食べるならパン、お米かパンかっていうお題だったとします。私がどれぐらいのパーセント、それぞれどれぐらいの割合になるかっていうのを私が予想を立てれます。で皆さんに投票してもらって、その投票結果の数字と私が予想を立てた数字の誤差が、前回どれぐらいだったっけな、5問やって誤差が合計で70とかだっけ、70、80くらい以下だったらクリアみたいな感じなんですけど、前どうしました、どうしたっけな、どうしたっけ100じゃないな、5問やって70とかあったっけ、私もなんかそんな気がする、5回やって70%ぐらい誤差合計で、こんばんはだった気がする。まあ、これねちょっと説明するのは私超下手くそなんで、ちょっとやってみたら分かるんですよ。これじゃあ全5問で誤差70にしてみますか。要するに私が予想立てたやつと、投票結果が近ければ近いほど、予想立てた数字と投票結果が近ければ近いほど誤差が、いいってことですね。だからじゃあ今回5問やって誤差合計で70以下だったらクリア、70以上になってしまったらブーってことにします。ブー、それでいこう。70だったっけ、前70以内でした。まあとりあえずじゃあそれでやってみようか。じゃあ皆さん何でもいいので二択何かあったらありますか。皆さんが普通に知りたいやつでいい。前回3月半年前なんだ、これやったの結構最近やったかなって思ったけど、何でもいいです。これどっち、どういう統計になるんだろうってちょっと気になる二択の何でもいいので、好きな季節、夏をは冬、好きな季節夏と冬、幽霊が出る家と地位が出る家、ちょっと待ってね、先に納豆ご飯、卵かけご飯、あんまりやった気がするな、まあなんか
面白い。ショートヘア、ロングヘア。愛情とお金って何？なんかちょっとあれだな。カレーには福神漬け、らっきょう、あーいいね。あ、ジンジンになっちゃった。こんばんは。どうしようかな。カレーとラーメンね。カレーとラーメンにしよっか。最後に食べたいのは、最後に食べたいのはカレーラーメン。じゃあいくよ。じゃあ第1問目、好きな季節は夏は冬。これ皆さんにあんまり言わないようにしないといけないので、そう、これ私がね、これそうちょっと学んだんだけど、これ私がね、ペラペラ喋るとそう、投票機能の時に操作されてしまうんで、投票ね。だから私これあんまちょっと喋っちゃいけないの、これズルして、そう、投票をね操る人がいるんですよ。だからシンプルにちょっと私の先に予想を書きますね。好きな季節は、そうだな、夏は冬。でもこれ結構でもよく話すよね、配信とかでも。この問題は、でそう、よく話題になるんだよね。そう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 、でってちょっといろいろ言おうとしちゃったけど、ちょっと静かにしとこう。私の予想、夏おわ冬。間違った。ちょっと待ってね。こんばんは。今口チャック。ちょっと待って、間違えたのよ。OK、 私の予想立てました。
私の予想を立てました、うん、こんばんは。じゃあ皆さんにお伺いしたいと思います。皆さんの好きな季節は夏おは冬、夏が1番冬が2番でお願いします。投票スタート。夏が1番冬が2番、あなたの好きな季節は夏が1番冬が2番、さあどっち？どっちかな？さあどっちかな？どっちになるのかな？5 4 3 2 1。ドゥーン。冬が 55%。 あれこれってさ、どうしたらいいんだっけ？切り捨て？切り上げ？小数点切り上げ？あ、これそのままでいっか。別に四捨五入する？四捨五入しなくていい感じかな。これした方がいいか、いやしなくてもいいのか。これどっちがいいんだっけ。四捨五入する？した方がいい。わかりました。じゃあちょっと別の紙に書くと、夏が1番の夏が 44%、 冬が56% か。ありがとうございます。私が予想を立てていたのはこちらです。夏 41%、 冬 59%。 なかなかいい線いってない？これ受験です。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。これ誤差 3?3 だね。これえっ、 3！すごいざます、すごいざます、すごいざます。リネちゃんじゃん。リネちゃん、リネちゃんよくざます言ってる。3イエーイ、ほぼ的中。いやあのね、そう、冬の方が若干ちょっと多かったよう なんか気がして、こういう話よくするんですけど、私はもう絶対的に夏なんだけど、そうちょっとね多い気がした。冬の方が来たらいいじゃんみたいな、冬は来たらいいじゃんっていう考えの方が多かった気がして。じゃあ次いきますか。次第2問目、幽霊が出る家。あ、違う、これ何だったっけ。住むならだっけ。住むなら幽霊が出る家は G が出る家。うわー、これどっちもやだ。
幽霊が出る家か G が出る家。ちょっと私のシンキングタイム。うわー難しいねこれは。住むならでしょ、住むならでしょ。幽霊、いや怖っ。うわでも G が出る、まあそうか、いやむずいな、いやわからん。計算合ってる？ OK 決めました。では よし、じゃあ皆さんに質問します。家に住むなら1番幽霊が出る家、2番 G が出る家、 G ね、5期ねが出る家、どっちがいいですか。スタート。1住むなら1幽霊が出る家、2G が出る家、どっちですか。1幽霊、 2G、 ゴキ、これ究極だね、これ究極だな、究極クエスチョン、究極クエスチョン、キュ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 、どっちだろう。どっちも嫌だ。5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0、 ドゥーン、幽霊、待って、幽霊が 46.5、46.5 ってことは 47%？ 幽霊47、G が54、え、これ101になっちゃうけど大丈夫？ 101 になっちゃうけど大丈夫なやついっかこれ、いいか。なるほどなるほど、幽霊が47、 G が54、私の予想はこちらです。
幽霊31 G69。 まあ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 、ということで誤差が15。今誤差15にで15です。今結構いい感じじゃない？でも今いい感じよ。まあ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 、住むなら G の方が多い、 G が出る家の方が多分多いかなって思ったんだけど、若干 G の方が多いね。やっぱり G の方に住む。いや幽霊は無理でしょ絶対。住めない住めない。まあまあ次いきますか。じゃあ次、ショートヘアかロングヘア、まあ、どっち派ってことか。ショートヘア派かロング派か。髪の毛わからん。わからん。これ本当にわかんない、人の好みだからね。ショートかロング、ショートはこれにしようかな。あ、じゃロングは本当にもうロング。ショートは私ぐらいの髪からショートにしよう。じゃあ私ぐらいの今の髪の長さぐらいから上がショートにしましょう。私より下がロングにしましょう。じゃあ書こう。はい、考えました。では1ショート派、2ロング派。投票スタート。1ショート派、2ロング派スタート。さあどうなるか。これは一択をどっち選んだの？これでも本当に好みだよね、それぞれ。むずいな。だからいい勝負。5 4 3 2 1 0。でん、あ、もうこれは皆さん結果を教えて
くださいまし。わかんない、どうだった？ショートが57、ショートが57、ロングが43。ありがとう、教えてくれて。お、私の予想こちらでん、ショート52、ロング48。おお、え、ということはこれ 5?5 だね、誤差5。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、今日はとても優秀。いや、やっぱね、なんかね、若干ショートの方がやっぱ多いかなってちょっと思って、ちょっとショート多くしてみたんですけど、やっぱそうだったか。おお、今回そのね、ショートがこっから上っていう、私の今の髪の長さぐらいから上っていう、意外とセミロングぐらい、あのもうちょっともうショートに近いぐらいの感じが意外と好きなのかなっていう考えで、まあそんなに大差はないけどね、確かに、まあ半々ぐらいですけど、若干多いかなっていう読みが当たりましたね。やったー。では次いきますか。次、カレーには福神漬けかラッキョウか、福神漬けおわラッキョウ、おわラッキョウか、これもほんと好みだね。まあ全部そうなんだけど、わかん、これもうほんとに想像つかない。福神漬けからっきょうか、いやどっちも美味しいよね。いやどっちも美味しいよ、どっちも好きです。でもこれをまあどっちも好きやどっちも好きや、それわかる、確かにどっちも好きやなんだけど、うわー、いやー、どっちかなー、いやどっちも好きや、カレーには福音漬けからっきょう、オッケー、よし、じゃあ皆さんいきます。カレーには、1番福神漬け、2番ラッキョウ、はい、どっちですか。1福神漬け、2ラッキョウ、どっちですか。どっちも美味しいよ、これ、どっちも美味しいでしょう。お、これは結構あっちがいってますね。らっきょうあんま食べない、でも確かに私もらっきょうってどんな時に食べてる、
らっきょうってな、何？今考えてみたら、え、福神つえ、つえな。5 4 3 2 1でーん、福神漬け80か、これ81、らっきょうが19。ということで、私の予想こちらです。はい、じゃーん。福神漬けが60、らっきょうが40。結構ちょっといっちゃってる。81から、60引いたら、あ、でも意外と19。19ですか？19ですか？19ですか？19？誤差19？19で合ってる？誤差19で合ってますか？あれ19じゃないか、21か。21だ。あれ？誤差21だ。もう計算できなくなってる。やばいやばい。待って、ちょっと今の誤差を整理してみよう。あと1問なんですけど、今の誤差を整理すると、3、15、18でしょ、で次が5、23、21、4、今44だから70-44して26？あと26か。あと26以下だったら成功。次26以下だったら成功っていう感じかな。今んとこ。これはいけるぜ。では最後の問題。最後に食べたいのはカレーかラーメンか。最後の、最後に食べたいのって何？あ、じゃあもうカレーとラーメンがもう食べれなくなってしまいますって、このもうこのね、日本から、このまあこの世界からカレーとラーメンがなくなってしまいますよって、最後一回だけどちらが食べれますってなった時に、そう、どちらか選んでくださいって言われた時にどっちを食べたいか。あ、締めの話、ちょっとそれは分からないから、最後、そう、もしこの世界からカレーとラーメンが消えるってなった時に、そう、最後に一回だけ食べれますよ、どちらか食べれますよってなった時にどっちを食べたいか。どっちも好きや。いや、どっちも好き。
ても決めなきゃいけないの。ってなった時に皆さんどっちを食べたいと思いますか？カレーラーメン？いやそれはもうダメダメ、カレーラーメンなし、カレーラーメンっていうそのズルズルなし。だからカレーラーメンはもう一回ちょっと置いとこう、また別に。ポン、カレーかラーメンか。皆さんカレーラーメンなしです。どっちを食べる？うわ、分からん。究極究極クエスチョンやないか。究極クエスチョン、究極。カレーうどんでいいよ。ダメ、カレーうどんダメ。カレーかラーメンか。決めました。ちょっと待ってね。オッケー、決めました。じゃあ皆さんに今から質問したいと思います。最後の、もしこの世からカレーとラーメンが、消えてしまいますっていうことで、もしこの世からカレーとラーメンがなくなりますって時に、最後にどちらか一つ食べていいですよって言われたらどっちを食べますか？1カレー、2ラーメン。投票スタート。1カレー、2ラーメンです。これは分からん、これは究極だ。これは私はもうちょっと難しい。1がカレー、2がラーメン。そう、これはね、日本人だったら選べないよね。ごめんね、なんかすごい悩ませちゃって。皆さん、もしかしたら皆さん家でさ、うわー、ちょっとこれ本当に決めれんってなってたらすいません。この土曜日に悩ませてしまったなら。これは本当に究極、もしかしたら、いやそんなに、いや家でさ、めちゃめちゃさ、うわどっちだろうな、いやカレー、いやうわラーメン、あるおおおおってなってたら申し訳ない。5、4、3、2、1終了。でーん、カレー？え、カレーの方が多いの？え、でもほぼ半々だね。カレー、
カレー50、ラーメン。でももうほぼほぼ半分だ。みんなやっぱ決めれないんだ。まあ51と50か。私の予想はこちらです。でん、カレー41、ラーメン59ってことで誤差10、誤差10ということで26以下だから、16残りました。誤差、あ、でも結構ギリ、結構ギリ。イエーイ。結構最初いい感じと思ってたけど、結局最後結構ギリになる。16、危ない。やったー、成功。カレーの方が若干多いんだね、意外です。いや、ラーメンの方がいいのかなって思ったんだけど、まあでも同じぐらいだね。まあこれ多分皆さんの決めれないっていうのがすごい出てたね、この結果に。まさに。私、この間なくなるんでしょってなった時どっちを食べるか。私はカレーかもしれない。でも私はカレーかも。カレーの方が好きかもしれない。かな。でもやっぱラーメン好きな人多いイメージがやっぱあるから、ラーメンかなって思ったんですけど、聞けてよかった。私はどちらかしか選べないってなったらカレーにしますっていうのを聞けてよかったですが、何の情報にもならない。カレーね、実家のカレー、お店のカレー、お店のじゃないやつ、普通にお家のカレーか、まあかもしれない。かな。カレーとラーメンってさ、本当にでもあれだよね、同じところにいるよね、同じ線にいる、カレーとラーメンって。もう本当に同じじゃない、もう選べないっていう。結構日本人でこれ即選べる人ってそんないるのかな、あんまいない気がする。ね、どっちもさ、あんま嫌いな人ってあんまいない気がするから。カレーのじゃがいも苦手、あ、ちょっとわかるそれ。そう、私じゃがいも、カレーの中のじゃがいもあんまりいい派なんですよ。いらない派。あったらあったで全然食べるんですけど、なくてもいい派。かな。これはまああれだね、難しいけどね。違いますよ、美味しい。いや、美味しいのは美味しいんですよ。美味しいのは美味しいし、入ってたら食べるんだけど、でもいら、
なくても全然 OK。 OK OK って感じ。確かになんかお店のカレーじゃがいも入っ、確かにあんま入ってるイメージないかもしれない。入ってないね、確かに。じゃがいもってさ、あれから腐りやすいみたいなのあるのかな、もしかしたら。あ、溶けちゃうとかね。玉ねぎいらない、溶けてる。玉ねぎはいるでしょ絶対。私カレーの具材の中で玉ねぎが一番好きなんですよ。あのだから私、あの玉ねぎ溶けたらもうやだ。玉ねぎ溶けたらやだ。溶けないで、玉ねぎ溶けないで。私さ、私さ、あのビーフカレーとかポークカレーとかあるじゃないですか。あのあとチキンカレーとか、あれほんと意味が分かんなかった。あの中学生ぐらいまで中学生ぐらいまで意味が分かんなかった。あの何が違うんっていう、そのビーフカレーポークカレー、何が違うのっていう。そうそう、肉の種類っていうことを知らなかったの。そうだから、そうでもなんとなく味は違うじゃん、そのポークカレーチキンカレー、あとなんだっけビーフカレーとか、味は違うじゃないですか。だからなんか私の中で、あ、なんかチキンカレーの日はちょっとなカレーがちょっと甘いなとか、なんかそういうそういう意識だったんです。そうだから、あのそれがあのお肉のことっていうそういう考えがなくて、そうあの普通に何にも気にせず食べてたから、そうなの。やばいな、今考えてみたらさ、私結構なんかそういうところあってさ、あんまそういうの気にしないタイプだったから、そうそう雰囲気で理解してたんです。ほんとおバカちゃんだよね。おバカちゃん、そう雰囲気雰囲気、そう雰囲気で。まあそんな感じですね。じゃあ今日は終わりたいと思います。13位七千シズ仕事中さん、ありがとうございます。12位ギルスさん、ありがとうございます。11位ウニさん、ありがとうございます。10位ポムさん、ありがとうございます。ポム。9位カスケさん、ありがとうございます。8位ラブリー48さん、ありがとうございます。7位ニャン吉さん、ありがとうございます。6位田辺さん、ありがとうございます。5位ちくわドーナツさん、ありがとうございます。4位マスクのさん、ありがとうございます。3位ケンケンさん、ありがとうございます。2位マキマキさん、ありがとうございます。1位はやすべえさんでした。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ終わりたいと思います。
終わりたいと思います。ドス思います。ドスへ。じゃあバイバーイ、おやすみなさーい。